機関軍事、外交を主任務とし、九州地方の内政も担当した。和名は、おほみこと持ちのつかさとされる。なお多くの司書では、太宰府とも記される。北へ、約3キロメートルの岩屋山からの、円形役職としての太宰、太宰卒は、外交、軍事上重要な地域に置かれ、数カ国程度の広い地域を統治する、地方行政長官である。 九州筑紫には筑紫太宰が置かれた。僧霊、僧領などとも呼ばれる。一般的に、太宰府といえば、九州のそれを指すと考えて良い。平城宮木館には筑紫太宰平城宮長岡京木館には、太宰府と表記されており、歴史的用語としては、期間名である、太宰府という表記を用いる。都市名や菅原道真を祀る神社では、 多財布という表記を用いる。財布と略すこともある。東名は、都督府であり、現在でも、地元においては、史跡を、都ロアとあるいは、都督府骨子などと呼称することが多い。外交と防衛を主任務とするとともに、再海道旧国と三島に、大隅に、編入については、上位下の人事や四都市の監査などの行政、司法を所管した。 与えられた権限の大きさから、円の朝廷とも呼ばれる。軍事面としては、その管轄下に先森を統括する、先森司、主戦士を置き、政変国境の防備を担っていた。再海道諸国の巻から軍馬を集めて管理する、権限を有していた。外交面では、北九州が古来中国の王朝や、朝鮮半島などとの交流の玄関的機能を、 果たしていたという背景もあり、海外施設を接待するための迎賓館である、航路館が七つの沿岸に置かれた。想定範囲は、現在の太宰府市及び、築市野市にあたる。遺跡は、国の特別史跡。面積は、約25万4000平方メートル、甲子園の、約6.4倍である。主な建物として、成長、学校、暮らし、税士、 薬師、匠塚佐、修理機守る書、客館、兵馬書、宿利屋市、主戦書、敬語書、大野城市、三木城染物書、作紙などがあったとされる。しかし、遺跡が確認されたものは少ない。太財府跡は1921年3月3日国の史跡に指定。1953年3月31日、国の特別史跡に指定された。 その後、1970年、1974年、2009年、2014年、2015年に、追加指定が行われ、指定面積は32235.91平方メートルである。成長地区のほか、1キロメートルほど離れた、客観跡も特別史跡打財布跡に含まれている10月、追加指定。2015年4月24日。 文化庁から古代日本の西野と東アジアとの交流拠点として日本遺産に認定される。交通には北海道があり、北は博多、南は報告の北に繋がっていた。さらに北を起点として別府や日向国、ポエ国などと往来することができた。長官は太宰卒といい十三味相当官、大納言。 中南言級の政府交換が兼ねていたが、平安時代には、新王が任命されて、実際には赴任しないことが大半となり、自績である、打罪言の措置が、実際の政務を取り仕切った。卒、言の措置の任期は5年であった。また、この頃は、闘争商船との死亡役の中心となった。北部九州六国から挑発された、西海道の主張は、 太宰府に集結させられた。そのうち400人前後が、太宰府官人のこと力となり、あるいは主戦士等に配属された。このほか関税恩寺の造営のための区市長としても、市役された2月土の絵根城。4等間は、以下の通り。その他、例によると、以下の官人が置かれ、その総数は、約50名であった。 大陸外交や軍事拠点としての太宰府は、前身は三角円新獣教などが出土する中井関群であったと考えられている。また、義主は人殿に見られる、伊都国の一大リーツは、後の太宰府とよく、似たシステムとして指摘されている。限界なら沿岸は、弥生時代や古墳時代を通じて、アジア大陸との窓口という交通の要衝であった。そのため、 機内を地盤とする大和政権が外交や朝鮮半島への軍事行動の要衝として出先機関を設置することになった。などの記述が、太宰府が大和政権の出先機関として設置され存在した証拠と考えられる。白隙の絵の敗戦直後は防衛拠点を置くために、キビダザイ、スオウ伊予総イ、イオなどにも作られた。大法律令の施行とともに、 地区太宰のみが残され、政府機関として確立した。それ以外の太宰は廃止された。太宰の文字の初見が609年であるが、すでに見たようにの尖火町の記事のこと福岡県博多に、三宅を作るなどの記事から、太宰府の起源はもっと遡るのではないかと、考えられている。七世紀に入ると、県随氏、小野の妹子が随の死者、廃生成を伴って、 七つに着いた頃から、三宅は、大陸や朝鮮半島からの死者の接待をも、担うようになったと考えられる。また、同じ時期に、聖徳大使の弟である木目美子が、白木遠征を名目に、九州に駐屯しており、両方の政策に関与していた、聖徳大使が一族を、畜死太宰に任じて、太宰の力を背景に、九州各地に部民を設置して支配下に置いていったと。 する説がある。筑紫太宰は、九州全体の統治と、外国施設の送迎などに当たったと考えられ、以後は、太宰府に引き継がれていく。斎明天皇6年九だらが滅亡し、九だら復興をかけて、天治天皇2年8月等、白木連合軍と対峙した、白月の絵の戦いで大敗した。天治朝では、東側へ攻め込んでくるのではないかという危惧から、 天智天皇三年、畜死に大きな包みに水を蓄えた、水木、小水城を作ったという。水木は、福岡平野の奥、五笠川に沿って、東西から山地が迫っている、山裾の間を塞いだ施設であり、今もその遺跡が残っている。構造は、高さ14メートル、規定部の幅が、約37メートルの土類を作り、延長約1キロにわたる。また、 翌年の天智天皇四年馬財布の北に大野城、南に木城などの城穂が建設されたとされた。大化五年には、畜子大卒の記述があるほか、天智天皇から天武天皇にかけての時期には他に筑紫率、畜子率畜子総領などが確認でき、中央から王族や貴族が派遣されていたことを示すと考えられている。なお、総領の後が、 大化改新後に登場する言葉であることから、畜紫僧侶を畜紫太宰からの解消と見る説、畜紫太宰が監視名で畜紫僧侶をそれを引いた官職名とする説、大化改新後に畜紫太宰とは別に畜紫僧侶が設置され、両者は職匠が分かれていたのが後に統合されて太宰府になったとする説などに分かれている。期間としては、天智天皇六年に、 筑紫と特府があり、同十年に初めて筑紫大財布が見える。この時代は、首都たる山和国延暦十三年以降は山城国で失脚した貴族の左遷先となる事例が多かった。例としては、菅原道真や藤原コレチカなどがいた。また、大財府に転任した藤原広次が、 首都から遠ざけられたことを恨んで、天平12年に反乱を起こし、その影響で数年間太宰府は廃止され、その間は、太宰府の行政機能は、筑前国氏が、軍事機能は新たに設置された鎮税府が、管轄していた。つまり、天平14年1月に一旦廃止し、天平15年12月に、筑死に、鎮税府を置く。しかし、 天平を17年6月に復活させている。その後、平安時代に入ると、太財府の権限が強化され、大道元年2月に、太財第二の官易相当が、生後以上から14位下に引き上げられ、公認元年には、太財言の措置が初めて設置された。天行4年、天行の乱で陥落、不調は一度消失したと考えられている。 太宰イの措置の立花の金よりが対抗する。平安時代後期になると、王府、財布という異名も登場する。ただし、12世紀に入ると、王府は名目のみの存在となった、太宰卒に代わって、責任者の地位にありながら、実際には、容認の形態で、京都で政務を取った、太宰イの措置や太宰イ大によ、財布は、太宰府の現地機構を指すようになった。 太宰イゴンの措置や太宰第二が、現地機構に対して発した命令を大付戦、反対に、現地機構からの上申書を、財布会と呼んだ。この頃、トいの入港に伴い、太宰府官や東国武士団が九州に入り活躍、鎮税、兵士や薩摩平氏などとして、周辺の非善や、南九州に拡挙し始める。公易面でも、ダザイの重要性が増し、 10世紀から13世紀まで、日宋貿易、これと、並行して、朝鮮や南東との貿易も盛んとなった。1080年の太宰府会に、商人の高来に上り反するは、古今の例なりとある通り、朝廷がこれを積極的に統制しなかった。方言3年に、平野清盛が、太宰大義に,に就任。1166年には、 弟の平頼盛が太宰府に赴任する。平氏政権の基盤の一つとなった日宋貿易の統制のため、やがて北九州での政治的中心地は、太宰府から20キロメートル北の博多へ移る。そう、明州の長官と後白河法皇と平良勢との間で公式な交易関係が結ばれ、貿易が流盛を極めるとともに、古来の都会性。 年期制などの律令制以来の国家による貿易統制が境外化していくことにつながった。これにより、鎌倉時代に至るまで、太宰府県門は、直接的な公益実益を失い没落、名誉職としての太宰言の措置としての権威付け及び、有力国人が言の措置、第二への就任する形態に遷移していく。1173年には、 摂津国福原の外交にあたる大輪電白を拡張し、博多を素通りさせ、福原大輪電白まで交易船が直輸した。原平合戦期には、平家武人が太財府に一時落ち延びた。北九州に平定のために入国した天野円慶が、文治二年九州総追武士、鎮税奉行に部任され、太財府検問を掌握する。しかし十年ほど過ぎた後、 天野は頼朝に解任され、鎌倉へ召喚された。平安時代を通して、大財布現地官人の土着化、土豪化が進んだ。自称、樹影の乱を経て、鎌倉時代に入るまでに、古代以来の感謝としての大財布は解体、廃絶したと考えられている。一方で、前述の中国や朝鮮、南東との貿易検疫、さらに古代成朝以来の権威づけとしての、 太宰府は、九州北部の有力黒人に利用された。カ禄二年、筑前、武前、非前守護で、鎮税奉行の武藤助よりは太宰イ小児に任じられ、以降代々の武藤氏は、太宰イ小職を世襲して、小二氏と名乗る。鎌倉幕府により、太宰府には、財布守護所が置かれる。現行における武功により、小二氏は、北部九州を代表する名族となる。 その後、博多に、鎌倉幕府により、鎮税担大が置かれた。南九州には、島津氏が進出する。役職としての、太宰言の措置や、太宰台には広大な、太宰不良や、対外貿易の利益から経済的に魅力のあった、地位であった。現行前夜の文英8年2月に、太宰言の措置の地位をめぐって、吉田常年と文家の中身角恒爪等が争って、 最終的に、誤差が上皇の側近であった常党が部任されたことを、非難した同族の吉田教長の日記の中に、常党が古代中国の富豪である、当主のようになったと皮肉を込めて記している上もっとも、こうした、任命の裏には任命する天皇や、上皇の側にも利点があり、太罪言の措置退任後に修理職などの地位に任じられ、御所の造営や、 大城西のような多額の費用のかかる行事の負担を命じられた。当然、太宰言の措置についたことによる経済的利得は、その負担を上回るものであったと推定される。県向き、南北朝時代の動乱に、博多、太宰府周辺を含む九州一円が巻き込まれる。足利方、丹大と、被護国の南朝方政政府の菊池氏と戦いとなり、中央や足利氏 さらに小日市自身の内紛などで一時混迷するの、小日市も加わって、大財布をめぐり一死日体の攻防となる。やがて幕府、足利義満が今川定世を九州平定に派遣すると、小日府氏が暴殺され、南朝方が連敗した。やされるなどした。やがて南北朝一が連り、縮され2年に両春が丹大職を解任されると、一時的に小日市は、 太宰府を回復するが、戦国時代には、大内氏に追われ小二氏は滅亡。天文5年には、大内義隆が、太宰第二に就くも、大内氏自身が、大明治の変により滅亡する。太宰府天満宮の本殿が再建されるのは、時代が下って、安土桃山時代の天正19年、小早川高影による。江戸時代末期、幕末の政変で、 久月後京が安楽寺炎上院に一時滞在した。大政奉還により、京都に戻った。太宰府不長地区の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。1968年から、学術調査が実施されるようになった。成長後前傾背後の山は塩寺さん、用地産。 成長地区の発掘調査は1943年に行われたものを講師とする。調査の結果、成長地区においては三次期の遺構面が存在することが確かめられた。各遺構面の概要は下記の通りである。成長地区については、発掘調査以前には、現在見える素先が、創建時のもの。天行四年の藤原住友の乱で消防した後は、 再建されなかったという考えが主流であった。前者の考えについては、各移行面が存在することによって否定され、後者については、第2期移行面上に堆積する、小土層によって、消失の事実は証明されたものの、第3期の移行がさらに規模を拡大して、再建されていることが明らかとなり、現在では否定されている。第1期から第2期への改築は、 立量制度によって政府機関として確立したことに対応するものである。第3期は立量制度が主観している時期に当たるため、第2期より大規模な増差が行われていることに多くの研究者が驚かされたが、現在では当時の成長運営で中心的役割を担っていた在庁官人層の拡大に対応するものと理解されている。 太宰府フ乗を復元図ダ宰府に、乗望性による外区が存在することを想定したのは、後に、九州大学教授となる、鏡山武氏が初めてで、1937年のことである。鏡山は、成長域を肩四町、関全温寺域を肩三町と推定した場合、両者の南辺を東西線上に一致させることができる、こと。 かつその場合の成長等辺と関ゼオン寺聖辺の間が二丁となることをもって一丁を単位とする造成規格の存在を想定しその適用範囲を広げると周囲の道路や京阪に合致するものが多いことを指摘加えて関ゼオン寺に伝わる古文書類に記された情報骨肖の分析から東西各12条南北22条の東西 約2 6トル南北約2 4トルにわたる乗防域を想定した。その実態は1930年代に存在していた道路や税道に基づく机上の復元案といえるものであるが、太宰府の乗防の存在を指摘し、学会に注意を喚起したことは特筆される。鏡山案は現在最も知られているもので、一般向け図書や、 HP などで紹介されている復元図はほとんどがこの鏡山案である。その後、福岡県教育委員会、九州歴史資料館、太宰府市教育委員会、筑紫の市教育委員会によって、情報志向想定範囲内での発掘調査が断続的に行われており、現時点では下記のような成果を得ている。成長第一期に対応する7世紀段階では、 情報の存在に結びつくような移行は確認できない。成長、第2期に対応する発生期段階において情報に関連すると考えられる移行は、成長中央から南へ伸びる南北、中央大地周辺を中心として存在する。これらの移行は、南北方向のものが顕著で、東西方向のものは少ないことから、 整然とした、上防域が整備されていたのではない可能性もある。成長第3期に対応する10世紀段階の上防移行は、鏡山案の想定域に近い範囲に存在する。この段階での一区画は、面積発端を基準としているらしい。区画港などの移行は11世紀後半から12世紀前半にかけて埋没し、 情報性による外区はこの頃に廃れたと考えられる。こうした状況は、政治的中心の周囲に次第に都市が形成されていく過程と理解できる。もはや、鏡山案はそのままの形では成り立たない状況となっており、蒸気のような発掘成果を受けた新たな情報復元案が、金田明宏や井上信正などによって提示されている。 2006年4月20日、畜生市教委は、太宰府成長跡の北端から約 1.7km 南で、上坊の南端と推定される幅約 8m の道路と側溝の移行が見つかったと発表した。市教委は、この場所より南側ではほとんど移行が発見されていないことなどを根拠として、この移行を上坊の南端と推定している。井上は、 第一期太財布成長の上房築造時期について7世紀末との説を発表したが、さらに関税恩寺よりも上房が先行する可能性も示している。関税恩寺創建が7世紀後半とされることを考え合わせると、太財布上房築造時期はそれ以前ということになり、日本史上最古とされる藤原慶上房築造時期と同時期あるいはより古い可能性が出てくる。 九州王朝説では、太宰府が古代北九州王朝の首都であったと主張している。しかし査読のある学術雑誌において、九州王朝を肯定的に取り上げた学術論文は皆無であり、九州王朝説及び関連する主張は、科学的な根拠の欠如した、いわゆる俗説に過ぎないとの強い指摘が専門家によりなされている。一方で、大財布には、 天守の居所であることを示す、四神殿、須作、大理といった地名が残っていること、山城である皇后石の分布が、機内ではなく打宰府を防衛していることが明らかであること、城防築造時期が、藤原系城防築造時期より古い可能性があり、その場合、日本最古の城防がなぜ打宰府に築造されたのかの、合理的説明が難しいなど、 一概に俗説に過ぎないと言い切れない面もある。ありがとうございます。